こんにちは。オーストラリアアマゾン輸出サポート、堀秀夫です。今日は FBA 納品設定の通知について。これね、発送するとき、つい通知忘れちゃうんですけど、通知は必須です。それというのも今ね、FBA 納品で、誰が送った商品なのかを区別するのが、発送伝票、ね、アマゾンから出せるやつだと発送伝票のみと。で、あの発送伝票ね、なんか余計なことをしてくれる郵便局とか、剥がしちゃったり、あるいはね、輸送中の何らかの問題があって、剥がれちゃったり、またはバーコードがね、傷ついて読み取れなくなったり、ということがあり得ます。まあ、その時、ね、発送伝票なし、あるいは読み取れない状態の荷物が届くと、オーストラリアアマゾンの倉庫では何をもとに商品を区別するか、あの商品の追跡番号です。EMS の追跡番号。だからね、EMS の追跡番号を入れてなくて、発送伝票が読み取れなくなっちゃうと、誰の商品だかわからないんで、そのままほったらかし。で、丁寧に調べるってことは基本 Amazon しないんでですね。だって伝票の名前見りゃわかるじゃんとか思うんですけど、いや、そこまでを期待すんだ、ちょっとね、Amazon に期待するのはちょっと期待しすぎですね。行方不明になってそのまま捨てられちゃう可能性が非常に高いです。まあそんなわけでね、発送通知は必須です。ということはもう必然的にね、納品も EMS または、自分で契約した FedEx なり DHL の追跡番号ありの、発送でしかできないということになります。まあそんな形で、まあこのね、発送通知するんですけど、まず、ね、一番最後にここにトラッキングナンバーを入れます。で、セーブオールと、ね、ここをクリックする。そうするとね、何も変わんないですよね。なんかすっごい頼りないんですけど、でもそれで発送通知されてますんで、安心してください。普通はね、なんかね、チェックが入るとか OK とか、なんか追跡始まるとか、なんかあってほしいんですけど、何も変わんない。セーブオールかしても何も変わんない。だけど、ちゃんと、ここ、ね、番号を入れてセーブオールを押せば発送通知されてます。トラッキングナンバーの登録はされてます。で、あとここね、マーカーズシップド送りましたというところをプチッとクリックして発送通知完了です。もちろんね、初めての時でこれでいいのかな不安だなという場合はね、このように、入れた状態で画面キャプチャを送ってね、黄色いボタンを押しましたとか、ね、マーカーズシップと押しましたとかいうことでね、報告いただければ、チェックして問題ないとかね、ちょっと違ってるというようなね、アドバイスしますんで、お気軽に画像をアップしてご相談ください。そんな形で、オーストラリアアマゾン FBA 納品、発送通知は必須です。以上、オーストラリアアマゾン輸出サポート、堀秀夫でした。